今週の KKB は SDGs ウィークです。今日と明日は子ども記者が SDGs について取材する様子をお伝えします。今回取材した内容は磁石。一体どのような点が SDGs につながっているのでしょうか。皆さんこんにちは。夏休みに子どもたちが仕事や地域について学ぶ鹿児島お仕事発見隊、 KKB が行ったのは一日報道記者体験です。小学生が SDGs について取材し原稿にまとめるという取り組みですが、子どもたちは SDGs についてどれだけ知っているんでしょうか。できるだけ森とか壊さないようにする、食品ロスをしないようにするとか、そういうやつ。日々学んでいることを堂々と答えてくれました。ただ今回のテーマ磁石と SDGs の関係について聞いてみると、なかなかイメージが湧かないようです。理解してまとめることができるでしょうか。一緒に実験するぞ。子どもたちの取材を受けたのは鹿児島大学理学部の小山圭一教授です。はい、小山圭一と言います。一応ね、磁石博士なんですよ私。まずはね、小山教授の専門は磁気物理学と強磁場科学、つまり強い磁場を使って新しい磁石を作る研究をしています。これからね、今世界最高の磁石をやります。少し緊張した様子の子どもたちを前に小山教授が取り出したのは世界最強といわれるネオジム磁石です。ケースに入れたままにもかかわらず鉄球に近づけると一気に大量の玉がくっつきました。棒磁石と比べるとこの通り。あまりの磁力の強さに子どもたちも驚いて笑みがこぼれます。続いてはガウス加速器と呼ばれる実験装置で、レールにネオジム磁石と鉄球を交互に並べ、鉄球を磁石に向けて弾くとどうなるかを観察します。こういうふうに並べたらどうなると思いますか。すごい速さで、あれ前にドンって、ドンとくっつく速さで速くなる。本当やっぱり実験に興味を持ちどんどん答える子どもたち。結果はこれどうなるかな。はい、当たり。そう、この磁力の強さを使って磁力を使って加速をすることができるの。だからこの磁石の中にはエネルギーがいっぱい溜まってるんだよね。続いて登場したのは電磁石。小学校でも習う磁石で、コイルに電流を流すことで磁力を発生させる磁石です。実験室にあるこちらも実は大きな電磁石の装置。これらネオジム磁石や電磁石の強い磁力が実は SDGs につながっているんです。ハイブリッド車のモーターのところ、電動椅子だったり省エネ家電、これが全てこの磁石の力によって成功しました。まさにね、 SDGs の9番なんだよ。これが産業に役立ってるんだよね。日常で使うものの他に病院で使われる MRI やリニアモーターカーにも磁力が活用されています。なんかこういうものを作ったりすることは、なんで9番になるんですか。誰もやってない新しい、ことを見つけ出すっていうのは重要なお仕事なんだね。 SDGs には17の目標がありますが、磁石を研究することや磁石を使って新たな技術を生み出すことは、持続可能なエネルギーで人々の生活を豊かにすることにつながっています。これは9番の産業と技術革新の基盤を作ろうにあたります。さらに7番の目標にもつながっているんです。
なんか縁の下の力持ちみたいなもんなんだよ。でそれが、ちょっと強い磁石になっただけでものすごくの氷エネルギー電気を使わなくて済んで省エネになったりするんだね。それから二酸化炭素の排出も少なくなっていくし地球にも優しくなるんだと思うよ。実験を通して磁石と SDGs について学んだ子どもたち。最後は電磁石を使ったオリジナルのクレーンゲームを作ることになり、夏休みの自由研究にもぴったりな内容に楽しそうに取り組んでいました。磁石ってすごいなって思いました。いろいろなことが分かって楽しかったです。磁石一つでもあんなにエネルギーが出せるんだなと思ってすごいなと思いました。いろいろな SDGs の取り組みとかがあるんだなって思ってびっくりしました。もっと磁石への関心を広めたいと思います。生き生きとした表情を見てもっと知りたいとかなんでと不思議、あそこでもっとこう突き詰めていくっていうような形に進んでいけばきっといい SDGs の開発になるんじゃないかなというふうに考えてます。そしてモニターに映っているように皆さん家で原稿を仕上げて送ってくれました。今日はその中から2人の原稿の一部をご紹介します。電動車椅子とか磁石にはさまざまな形があるそうです。特にネオジム磁石が強いらしく他の磁石とそのままくっつけると危ないそうです。でもうまく使えば省エネ家電やクレーンゲーム、新幹線を磁石の力で速くすることもできるかもしれないそうです。将来私も研究者になって磁石についてもっといろいろなことを知りたいです。出せるんだなと思ってすごいなと思いました。車や家電など僕が身近に使うものから医療で役立つ MRI、 高速で目的地に移動できるリニア中央新幹線にも使われているということで、これから磁力がとても必要なんだと感じました。最近日本では豪雨や地震など災害が多いので被災地で磁力は活躍するのではないかと思いました。